こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ここのところ、海上自衛隊の潜水艦をめぐる報道は、それを兵器として語るというよりも、背景の出来事を取り上げた内容が、多くを占めているようにも感じられる。2018年12月には、防衛省が2020年1月からの自衛隊員の定年の年齢引き上げを発表するとともに、これまで制限されていた女性自衛官の潜水艦勤務が解禁されることも公表された。すでに護衛艦においては女性の艦長すら誕生しているが、その物理的な狭さもあり、女性の陸員を制限していた潜水艦も人員確保の厳しさなどもあり、解禁に至ったと言えそうだ。このような報道に混じって2019年12月には、時の内閣の副総理でもある麻生財務大臣が、同年5月に海上自衛隊を視察した際に、潜水艦うずしおに試乗していたことの是非が問われた。この追及は、これが部隊の休日である土曜日に行われたことや、そもそも防衛大臣でもない麻生氏が潜水艦うずしおに試乗したこと自体を野党側から疑問視する声が上がったものだ。個人的には、政権の一員である現役大臣が自衛隊の視察をすることに、何の疑義があるのかと理解に苦しむ状況だが、桜を見る会の件以降、催しの私物化を追求する傾向は尽きない。それは、さておき、この潜水艦、うずしおだが、親潮型潜水艦の3番艦として、1998年に進水、2000年に就役した艦であり、現在は練習艦という、位置づけになっている状態だ。潜水艦うずしおは全長82メートル、幅8、9メートル、深さ10、3メートル。基準排水量2750トンの艦容であり、大きさだけならば、最新鋭の、そう、旧型とさほどの違いはない。もちろん、旧型艦につき、機関部は、ディーゼルエンジンと鉛蓄電池で構成され、その後の非対機依存型のスターリング機関やさらに最新のリチウムイオン電池などの新機軸とは無縁だ。しかし、このうずしおであっても最大潜航深度は約650メートルにも達するとされており、現在の中国の潜水艦が約300メートル前後の性能であることを考えれば、驚きの数値だと言える。ちなみに現在最新鋭の双流型潜水艦は、さらに深い約900メートル以上の深度と召されており、主武装の89式魚雷も、同様の深度での運用が可能とされている。つまり、仮想的国の潜水艦よりも、圧倒的に深い位置から一方的に、攻撃が可能であることを意味しており、日本の領海を防衛するための切り札的存在だということが、よくわかるだろう。話は、戻るが、こうした海上自衛隊の潜水艦に女性自衛官が、乗組員として勤務することを解禁したということは、多くの物理的な課題を解決する必要が出てくると考えられる。単に、組織としてのユニセックス化を推進するという以上に、極めて艦内のスペース活用が制限される潜水艦においては、
居住スペースを別区画にすることだけでも相応の対応が必須となろう。これを考えれば、最新型の総流型潜水艦11番艦の放流が、従来の鉛の蓄電池からリチウムイオン電池の搭載へと進化したことは、非常に大きな意味を持つと言えそうだ。リチウムイオン電池は、単純比較でも従来の鉛蓄電池の容量を半分以下の大きさで発揮することが可能であり、つまりその分の小スペース化が可能となってくる。さらに潜航時に使用する目的の非待機依存型のスターリング機関も、今回のこのリチウムイオン電池の採用で廃止できたことから、その分のスペースも有効活用が可能だと考えられる。もちろん、リチウムイオン電池の実用化はこうしたスペース効率を第一の目標としたものではなく、連続潜航時間や潜航時の速度を確保するという秘匿性の向上が主たる目的だろう。しかし、同時に人員不足に起因する定年の延長や女性の活用が求められる現在において、ちょうど時代に沿う形となり、そこから得られるスペース活用も一役買ったと言えるのかもしれない。そもそも、性別云々よりも一度任務に就けば長期間にわたって狭い潜水艦内に拘束されるという環境は精神的な圧迫も強く、適性のある乗組員の確保は容易ではない状況だろう。反面、そうした点を踏まえても潜水艦における艦内の人的な省力化は進められ、今の乗員数を削減する方向へと向かう流れは加速していくのだろう。最終的には、数々の兵器の分野でも徐々に実現しつつある無人化が、潜水艦でも実用化され、いずれは、有人潜水艦は、ほんの一握りという時代が訪れるのかもしれない。ちなみに、海上自衛隊における潜水艦への女性自衛官の登場は、2019年9月に報じられて注目を集めたが、実際の勤務がいつから始まるのかなど、具体的な期日は未定の模様だ。ただし、先のようにリチウムイオン電池を搭載した、放流や闘流でも、女性用の設備を完備したとは報告されておらず、次の3000トン級潜水艦が初となる可能性も大きい。してみると、女性自衛官の潜水艦配備が先か、はたまた無人潜水艦の実用化が先なのか、今後の続報に注目すべきだろう。潜水艦ともなれば、適性が必ずついて回る。一度潜航してしまえば、任務完了になるまではずっと海底に潜んで、静かな行動が絶対につきまとう。トイレやシャワーなどやはり別にしておく必要はあるだろう。この設備を確保できるのも最新艦リチウムイオン電池搭載潜水艦など、もう、すでに女性専用に装備されているかもしれない。日本の問題は、この人手不足をどうやって解消するのかだ。一般企業なら、外国人労働者を入社させることができるが、自衛隊はそうはいかない。外国人は、一切入隊できない法律となっている。定年延長など、延長できる部署や任務はいいだろうができない部分も出てくる。この分野はハイテク無人装備を増やしていくしかないだろう。
もうすでに登場している分野だ。そう、竜型潜水艦も12番艦まで進水、10番艦まで就役している。潜水艦といえばプライベートなどないところ、時間もあるようでないような感覚となる。女性海上自衛官の任務でどこまで別の施設を準備するのか、きっと今までとは違った問題が出てくると感じる。潜水艦も今後は極力人数を減らす方向へと向かう。できることはできるように準備しておくことが最も大切。これは海上自衛隊だけの話ではなく、自衛隊全体の話となる。